3時のヒロインよ。いや一番ハワイが似合う場所にね、いや本当やっと来れましたね。ここですね、本日は7月17日でございます。はい、このね動画がアップされてるのも今日なんですけども、ね、キンキンです。ちょっとねトラブルがありまして、今日アップする予定の動画がね、ちょっとアップできないみたいな感じになってしまいまして、悲しい、急遽ね、はい、こういう動画を撮ってるんですけども、うん、夏だマジで。どう、旅行とかは来たことある？夏はね旅行とかはないんだけど、うん、ないよね。そんなでもあの本当海辺で花火とか見たことある。うわ花火いいじゃん。そう、誰と？友達とそう、メンズじゃなくて本当に幸せすぎて。幸出た、お特大の幸出た、出ました、海の幸。どうなん、もう中学生さんは。あ、なんで生に、なんかロッチの中岡さんをずっと好きって言ってたけど、言ってましたね、乗り換えたみたいな。もう今もう中学生さんが好きみたいに言ってたけど、ちょっとね最近ドッキリ番組とか大喜利の番組とかに出てらっしゃるの、本当に見てるのよ。中学生さんになっちゃってるかもしれない。そうよ、まあね、ちょっとアタックする場面がなかったので。ああもう、はい、タイミングと言いますか、次の人が現れちゃって。もう中さんどこがそんなにいいの？もう毎回ね、その楽屋とかでなんかご一緒した時に絶対夢ちって言ってくれるのよ。夢ちって言ってくれるから全然目は合わないのよ。その場でイメッチってやってくれるから、さっも全然違うとこに行ってるっていうくだりをやってるんだけど、波長が合うみたいな。そう、本当に落ち着くんだよな。もう中さんって分かる、なんかセクシーやな、うん、そうなの、なんか不思議なセクシーさ。確かに3年ぐらい前なんだけど、うん、そんなに前に、そう、あの移動が一緒だったのよ。移動が一緒っていうか、あの目的地が次の、そうやね、あの仕事から仕事までが一緒やったから。そうで、かなでちゃんは結構そこ遠いねんけど、電車で行こうと思ったら、うん、もう中さんが乗せてくれたの。乗せてくれたんです。優しい。 なんて言って乗せてくれたの？あのよかったら僕助手席乗る？モノマネ下手やもん。よかったらあの僕の助手席乗る？そんなんちゃうやん、かなでちゃんやん。どうだった？すごいドキドキした。なんか、そんな、またもしかしてこの二人バチバチなる感じ？おーい、負けないぞ。まあ、私はコソコソはしないですけどねー。でっか、私コソコソしないけどな。え、コソコソ一緒にカラオケ行ったりとかしないの？それはあいつだよ。私だよ。私もう好きになったら堂々と、堂々と、正々堂々と、うん、でも私は、うん、まだその好きまでは行ってない。大丈夫よ。え、もう中さんと二人きりってどういうことをおっしゃるの？確かに気になる。その時はなんかお仕事の話とかしたのかな。へえ。え、どう最近？出たやな。どう最近？どう最近？出たくそやな。そんな感じ？そういう話を。中身聞いてないんだ。そのどういう人を好きとか。そこまでは、そこまではまだその。すごい先輩だからさ、確かにどういう人が好きなんですかとはまだ踏み込めなかったよね。悔しいな。どんなデートをしたいの、もう中さんと。ね、もう今は本当できないんですけど、遠足とかしたいよね。あの自分の好きな
お弁当の具材を持って、もう中さんも好きなお弁当の具材を持って2人でお散歩しながら遠足してピクニックしたい。いいね、そういうなんかピュアなお付き合いをしたいと。もう本当中身がわからないから、うん、パッと見の想像なんだけどね、そのそういうほんわかしたデートを楽しんでくれそうな、でかけっことかしたい。これもしねどうこれ載せていいの？はい、ありがとう。告白やでもね。むしろありがとうない。むしろ本当ありがとう。引っ掛けをくれてありがとう。ありがとう。いや私がからその今もありがとうって言ってくれたけど、実はね結構気を利かして、はい、この間もう中さんとねピンの仕事の時に一緒やったんですけど、うん、恋愛とかどうなんですかみたいな、うん、どんな人と結婚したいんですかとか気を利かしていっぱい質問聞いてきてんな。本当にいい人、うん、友達思いの本当に優しい人マキはこのね動画が、うん、もしもう中さんが見たら、はい、あれ嫁ちってなるかも。似てる。やっぱそのね僕のことを好きって言ってくれてるって思ったらちょっと意識してくれるかもしれない、ね、意識しちゃうと思う。あれ僕意識しちゃうかもってなるかもね。ちょっと下手くそなんですけどなんかモノマネしてくれる。僕のことを意識してくれるかってもうそんな神々じゃないよ。噛んだのは自分です。噛んだのは。まあ届いてほしいな。まあ、どうかも。なんか愛がないね。もう中さんへの。もう中。愛が足りない。もう中さんへの愛がない。夢っち。もう中さんやもん。夢っち。モノマネせえよ。大好きだ。ねちょっとまたねロケの途中なんで。はい。次の現場に向かいましょうか。そうですね。いやーよかったね。もう本当に届くかな、うん、でもあかん、見てくださいとか言ったらあかんで、見てくださいとか言ったらちょっと押しすぎやから。確かに黙って、うん、もう中さんはたまたまこの動画にたどり着くのを待つのよ。確かにね。したら何も誰からも何も聞いてへんけど、え急に僕の名前出てきたって。確かにありえる。なるやん。ちょっとなんかなってくんないかな。もしたどり着いた時のためにそのこと、宇宙に存在している生き物の中でもう中さんが一番素敵だと思います。私の大好きな桃色の恋心を受け取ってください。お、一応ロッチの中岡さんにも一言。あまだなちゃんとお話ししたことあんまりないけど、一方的にね、いろんなところで中岡さん、はい、中岡さんってそうだから。中岡さん、ごめんなさい。中岡さん、勝手に振られたんだな。大好きでした。本当に、ゆめっちのこの1年間、中岡さんで頭がいっぱいだったんですけど、もう中さんに心を奪われてしまいました。ごめんなさい。